さあ、ランナーのストーリーです。アメリカの教室からスタートです。ん、おお、ふむふむ、読めば読むほど奥が深い。お、ランナー何か読んでますね。何でしょうそれは。やっぱりいいな。何だろうか。みやちゃん、さくら、ご機嫌じゃない。その本、100面相になっちゃうほど面白いのってことでね。あ、本読んでるんですね。みや、うん、とっても。おお、どんな本か気になるな。みや、これであなたも日本マスター。日本文化100選、タイトルもそうだけど、なんだっけ、想定、うん、もうかなり大体ね、とでね。まあ、あの本のなんかタイトルじゃない、形というか、ね、なんかそういうやつですよね。所長、なんだっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、すいません。本屋さんでたまたま見つけて、その瞬間、これは買うしかないって思ったんだ。お、ランナーの第6巻がそう支えたんですね。ミヤ、ちなみに何が書いてあるのということでね、まあ、日本人としてはね、本の内容が気になりますね。日本人の中には忍者の末裔が生き残っていて、正体を隠して社会に溶け込んでるとか。おお、はい。ミヤ、何ですって。あとね、牛家系の日本人は未だにちょんまげで、何か失態を犯した時には腹切りっていうのをするらしくて。あのね、あの海外の方みんな腹切り腹切りって言いますが、あれはあの死んじゃいますからね、本当に腹切りしたら。そう、現在日本のちょんまりいねえし、あれやるあの人もね、あの年々減ってってるって言いますよ。あれができるちょんまげの形にする人も年々少なくなってるらしいですからね。ミヤ、待って、その情報を信じるなんて頭が痛くなってきたってことだよね。ランダのね、ちょっと思考回路どうかしてるんじゃねえかみたいな感じですね。ミヤちゃんが正しい。ミヤ、さくら、あなたのためにはっきり言ってあげるってことで、ね、あ、ミヤちゃんいいぞ、はっきり言ってあげて。ミヤちゃん、現代日本に忍者はいないし、腹切りだってもうしない、腹切りだってしたくねえよ。ちょんまりにしてる人だっていないから。前にテレビで日本の特集を見たし間違いないわってことで、ね、その通りだ。でもね、忍者とは分からないけどね、まあ溶け込んでる忍者みたいなね、人はいるかもしれませんね、日本に。まあ、スパイって名前でね、どこの国にもいるかもしれないけどね、まあ日本はね、そういう法律がないんでね、どこにもかしこにもいますね、多分おそらく。ミヤ、忍者や侍がいるとしたら、それはテーマパーク、そういった文化はもはや日常社会と切り離されたエンタメの一つになってるのよということでね。ミヤちゃん詳しいね。その番組超詳しくやったんですね。じゃあお寿司は？お寿司はあるよ、ちゃんと。私、本場のお寿司にわさびをつけすぎてツーンってなっちゃうのが憧れなの。でも今の日本ではできないのかな。リーズナブルにできますね。下手すればアメリカでもできるよ。今そう、お寿司はちゃんとあります。それはできますよ、ランダン。でも変わった憧れだな。ミヤ、その憧れよくわからないけど、よくわかんない。その通りや。ミヤ、安心しなさい、お寿司はちゃんとあるわ。わさびと醤油で食べる、握り寿司がね、ということでね。まあ海外行くと変なもんが寿司っていう扱いされてるからね、ちゃんと本場の寿司をね、食べていただきたいですね。よかった。ミヤが言うなら間違いないね。ミヤちゃんには絶対的信頼があるんですね。ミヤ、さくらはすぐ人の言うことを信じるからね、もうその本は読まない方がいいわよってことでね。その通りだ。だんだんなんかすぐ騙されそうだしね。ギャグとしてね、エンタメの一つとして受け取ってくれたら嬉しいけどね。間違いだらけなのにってことでね。たとえ本当のことじゃなくても、この本を読んでとってもドキドキできたから、だからその気持ちは大切にしたいなって。だん
女いい子だ本当に。いや、そう、桜らしいわねってことでね。教えてくれてありがとう、ミア。いつか日本でわさびいっぱいのお寿司を食べたら必ず感想を送るからね。まあそんな感想はいらねえと思っててるね。感想くれたら嬉しいっすね。さあ、そして日本です。学食ってことでね、この流れに行くと学食でお寿司が。先生、こっちの席空いてますよ。一緒に食べましょ。あ、美少女と一緒にお昼、嬉しいですね、こんなこと。それもランダンの方から言ってくれる、本当に嬉しいですね。今日のランチは何にしたんですか。あ、お昼時ですね、今で選択肢ですね、カレーライスと天ぷらそばということでね。まあ俺、僕好きなのは天ぷらそばですから、天ぷらそばにします。日本のそばと天ぷらのコンビネーションいいですね。コンビネーションのね、発音がスーパーらしいですね。私はですね、期間限定のお寿司メニューにしました。あ、先生もそっちが良かった。だったらお寿司、すごいね、この学食お寿司出るんだ、すごいな。まあ期間限定とはいえね、いいな。わさびをつけて、いただきます。さあ、そんなことをしたのは自殺行為だ、いや待て、人やんなーってことでねそんな見せたらーってことでね。まず、あ、食べちゃった。うわー、ツーンときて涙が出ちゃいます。憧れが叶う、ガンダムだった嬉しそうだね。え、前の話を知らなかったね、ただのドMですよね。嬉しそうだねってことでね、変わったやつだみたいなこと思ってるんだけど。はい、私好きなんです、お寿司のわさびでツーンとするので、もう誰が聞いても、あ、この子変わってるなと思うねどうして、ただ一回だけだよ、本当にね、辛いとツーンとしてね、まあ、お寿司食べてるなって気分になるけどね、嫌だよあれは。この感覚を味わうたびに憧れを構えたことを実感できるからかな。でも何度も何度もやると痛くない？さすがに。もう一口。効く。でもまあね、ランナーが嬉しそうだからいっか。